はい、こんにちは、市原英司の花万歳。こちらですね、噴水を通りまして、プリンセスダイアナ、が植わっているんですけど、アベリアですね、ずっとあのプリンセスダイアナ、そしてアベリア、まあ、いろんな、ね、カラーリーフの、ね、アベリアが植わってますけど、ずっとね、こちらまで、ずっと歩いてみてください。そして、ここでちょっとフォーカルポイントにね、オーストラリアの花、これあのウェスティンリンギアって言います。ローズマリー、タチショウのローズマリーなんです。そして、まあ、ここはねちょっとね触った商品全部すべて香りのものにしてます。これアルテミシアっていうんですけど、ものすごいいい香り、まあ本当香水みたいな香りですね。そしてあのスイートアリッサムの紫、これもね最新のアリッサムなんですけど、そして、チェイランサス、すべてね香りのね、ものでね、ここは植わってます。そして香りのね、コーナーをずーっとまっすぐ歩いてきてもらうと、さあ本格的にね庭がね広がっていきます。はい、市原英司の花万歳。宿根アリッサムに関する、剪定の仕方っていうことをよく聞きますんでね、実際これアリッサムね、よくね間延びしてしまうとどうしたらいいんだっていうことでですね、よく質問を受けるんですよ。これはねもう気になってますよね、見てもらったら。だからこれは思いっきり切ってもらって大丈夫です。これも結局はね思いっきり切ってもらって大丈夫です。こういう風にね気になってますけど、ほとんどこれ思いっきり切ってほしいんです。で実際ねこれ木になってるでしょ。でこっからもう実は新芽少し出てきてます。だから思い切ってねこれもね悩むとこなんですよ、すごい。だからこういう場合は軽く軽剪定、まあバラと一緒ですね、少し前に伸びた分を少し切ってあげましょう。こうして、そして少し、散髪、これもそうですね、前の部分を少し切ってあげてください。そうするとまだね中から咲いてきますんで、葉っぱがね、で前の部分をこういう風にして軽く散髪と一緒です、少し剪定してあげると、中から咲いてきますんで、こういう感じでアリサムをね切っていただくと5月はですねまたここから葉っぱが出てきます。綺麗にねなると思います。